です。おはようございます。6日目で今日で終わらせたいと思ってます。最終日全部塗装ってきたんですけど、うん、すごいっすね。で今日何があるんですか。あ、そうだ、今日はちょっと細かいところを直ししてほしいですよ、うん、こんなところ、うん、あ、ミスト飛んじゃってるんですよ。1500番の小さいペーパーがあるんですよ、こんな。お、あ、シールシール、へぇ、で、ブロックがあるんですよ。こういうのがあるんだ。ほんとだ、トレブロックって書いてある。これトレカットって言うんですけど、うん、それ用のブロック、これに貼って、うん、はみ出してるところとかを、うん、ちょっと削ってほしいです。じゃあ修正になる。そうですね。あ、なるほど。一回どんな感じなのかちょっと見たいっすね。ここはちょっと、うん、あの曲面になってるんで、やりにくい、やりやすいところなんかどっかできるところがある。ここ高いんじゃないですか。ちょっとはみ出し出てんのかな。あ、ほんとだ。まっすぐ下に行ける、こういうのを、そんな力入れてない感じなんだ。全然入れてない、撫でるぐらいで、うーん、乗せる感じで。ケイタのレンズをちょっとフックみたいな。そう、そんな感じ。あ、でもケイタ、うん、ここ、こっちミスっちゃったんすよ。これちょっとあのマスキングがくっつけたっすね。これ白くなってるじゃん、磨いたらまた赤くなるから。そうなの。へぇ、こう磨くってどう、あ、削るって削った後なんかやるの。コンパウンドで磨くんですよ。削るんじゃなくて磨く。これ方向的には丸でも横でも大丈夫。そうだね。あ、オッケーオッケー。一箇所を角でこんな手やるのはやめてください。あ、全体的に、全体的に、あ、面を綺麗に使うみたいなね。面を使うことによってここがまっすぐなってるんで、まっすぐ当ててたらまっすぐになります。おお、あの、これがもう硬いんだから。そう、意外と硬い。汚れが落ちちゃう画期的な商品あるんかい、ジョージ。でもね、冗談を顔だけにしとるよ。ここね、ここがね、赤いんですよ。赤くて、これを消すためには努力が必要ですね。おろ、ほよい、すぐ消えました。ここね、ほら、ボコッとしてるんですよ、こっち。ほら、浮き出てるんですよ。ここもね、このトレカットを使えば、ほら、この通り。いやいやいや、これすげえな。お、本当に消えた。すごっ。お値段は後ほど紹介しましょうね。ここにはめてほしい。はいよ。あっち側もあるから。はいよ。あ、二人でじゃないといけない。はい、二人でやったら家出すよ。痛い、止まった。手元が見えないから春を打つ。そう、合ってる位置。ボーリーの握力は限界です。大丈夫です、膝に出してるから。やばいやばい。よいしょー、よいしょ。手が痛い。痛よ。おー、はまりましたね。で、これをバンパーを、アフロントグリルを穴をつけるわけです。はい、わー、美人さんだ。美人に合う。美人さんだ。女性気があるってこと、うん、かわいい、うん、続いてあげる。ライトを磨いていきます。こんな削って大丈夫なの。うわ、めっちゃ白くするじゃん。ちょっとやば。あ、めっちゃ落ちてる。わお、あ、白くなってる。あ、し、ほんとだ、ほんとだ。やば、黄色いわけ。これ、プラスチックが劣化して黄色くなってる、うん、あ、そうなんだ、うん、表面だけを削ってあげて、うん、で、あとで、コンパウンドで磨いてあげると、うん、結構透明になります、うん、もう今の時点でね、もう白いね、白くなってきてる、うん、でも、このままだと、うん、光が分散しすぎるので、うん、曇ってるじゃん、うん、なので、ちゃんと磨いてあげる前提で。あ、ツルツルになるんだ。そう、へぇ、見て、カメラ越しで見たらもう真っ白だよ。そうだね。やば、なんか体に悪そうな薬品。これインチキ液剤が来た。インチキ液剤。インチキ液剤って、何これ。メケシってくる。メケシ、コンパウンド、肌調整用なんですけど。これ、なんか粒が入ってんだ。うん、わし、白。ちょっとなんかあれに見えるね。歯磨き粉みたいなもんですね、要は。もしかして歯磨き粉でも、あ、確かにできるのかな。クリアクリーとかやばいな。クリアクリーとか、オーラ2であろうかな。はいはい、
落ちるのか本当にこれ、中に戻るんじゃないこれ。そうだからまた透明だったよこれ。ジョージこれどうなってるんだ。いやいや俺もわけわからないよ。こんなことが起きるのかい現実に。こんなことがあってもいいのかい。気持ちいいぐらい綺麗だ。これを全体的に車体もやっていきます。あ、ガラスだけじゃなくて全体的にできる。全体も使えるんだ。ここ今、艶ないの。あ、ちょっとね、削った後だ。若干削ってるから。あ、こっち削ったんだ。うん、艶がないんですよ。でも、まあ、ここまでは僕たちも信じましたよ。僕は多分信じました。別の話ね。確かに信じました。これどうせガラス用とかなんでしょう。一応もう加害者にならないうちにね。艶がもうただの白。もう見えない。あ、いいや、後戻り。あ、いいや、輝き、輝ノンツヤなんですけど、ノンツヤ、輝きゼロ、うん、あ、これ怒るな、また。いやいやいや、パワラさん、パワラさん怒る。パワラさん怒るよ、これ泣くな、うん、がっかりしましたと、ハイドレーションダウン。あ、で、あの、インチキ行きたい。インチキ行きたい。インチキ行きたい。確かにこれ艶が出るのか。やばっ、というか、やばっ。あ、普通にする。あ、本当だ。あら、艶あんた、やるね。これ編集した編集した、これ無実艶の、無実艶。めっちゃこっちキラキラしてる。これ、インチキ液体がすごいのか、この機械がすごいのか、毛利がすごいのか、もう分からんな。インチキ液体がすごいですよ。あ、これすごいんだ。ちなみにこれ磨けば磨くほどいいってわけじゃないでしょ。磨けば磨くほどいいってわけじゃないです。磨きすぎたら、今度は下地が出てきちゃう。あ、なるほどね。削ってるんで一応は。あ、そうなの。細かい、あ、細かいタオルやれば、綺麗に粉も飛んで結局が生まれる。固まってたところ本体の固まってるところも、これでやれば綺麗に。見ていただいたら分かるんですけど、塗装してる時に液だれしてしまって、そのまま固まっちゃってるんですよ。これをなくします。え、何持ってんだよ。カッター。カッターね。縦に向かって、あ、こう持ってるかな。カッターって刃がまっすぐなんですよ。だからカッターで削ることによって、塗装面もまっすぐなるんですよ。禁じて。これやるところはやる、やらないところはやらない。いやない。これより高いのがあるんですよ。金属の塊みたいなブロックがあるんですよ。それで本来はやります。だけど、それ1個がマジ高いんですよ。金属のブロックがある。めっちゃ高いよ。仕上がりは一緒。そうだね。使いやすさが違うかなって感じ。これペーパーでやってもいいんだけど、ペーパーでやると結構まっすぐならなかったりするんですよ。荒削りって感じ。そうだね。先ほどの液だれしてた分ですね。こんな風に平らになりました。平らになったんだけど、このままだと荒いわけよ、まだ。で、これで鳴らす。あ、このレゴ。レゴブロックで。基本は一番垂れないのが一番いいんだけど。大きすぎて集中力がなかなかよーし。すごい。はい。すごいね。忙しい仕事の合間にパラさん来てますね。どうですかこの、はい、今から、綺麗にするんですけど、綺麗にしてる途中なんですけど、この僕たちど素人がね、磨かれてないのに磨かれてるって勘違いする可能性があるんですけど。でも本当に動画最初から見てる人が見たら、もう全然明らかに変わってるの分かると思うので。そうそう、どんどんしてください。よったけが全部あるんで。人任せ。無理。これオッケー。これ磨きの感じ。これは待ってよ。あ、これダメです。これダメですね。ダメです。ダメだ。あ、ここ今からですね。
さっき磨いてるの見たけど、これ色覚えておいてください、はい、これ、はい、おお、新車みたいです。サプライズ、新車みたいです。やれですね。よし、多分どっちもいい。あとネジはめれば OK。 でネジはこの中に入ってます。寄ったけ、ワイパーのプロ寄ったけ。こうやってワイパーはギアがあって、ギアっていうか山があって、山に向かってちゃんと、うん、曲げた時にここに来るように調整。ああ、なるほど、難しいですね。もうちょい上じゃない、もうちょい上じゃない。あ、こっち、ベストいい。こっちベストいいじゃん。とりあえず山があるから。あ、また、ここ、まあ、また、うん、あったあった。ワイパーは基本半年に1回は変えた方がいいみたいですね。あ、そうなの。うん、で、経年劣化する。1年だったら、このブレードも変えない。あ、そうなの。うん、ブレードは大丈夫っす、正直。あ、大丈夫なんだ。正直大丈夫っす。あの、ゴムは変えた方がいい。うん、これね、沖縄は特に劣化するらしいです。沖縄は特にね、紫外線が強いので。はい、劣化しやすい。これ多分違うっすね。これ多分違うっすね。大練習や。12。これを12に変える。12ミリ。12ミリで。回したらどんどん開くんですよね。え？え？お、オッケー。バッチリ。これを上げた。このゴム？窓の縁？はい。劣化してるんですよ。見てください、この。ひび割れ。微妙にしてて、でこれだとどうなるんだっけ。ああ、水がやっぱり入ってくる。だからもともともうこの状態だったんだ。だから一生洗車機入れない、入りたくない。あ、なんか金具がある、こっちに。そうだ、これ引っ張らないと取らないじゃん、うん、ああ、かけてる、かかってるね。ああ、今進展がありまして、僕たちの独断と偏見でこれを切るっていうことにしましたね。じゃあここ切るよ、これ切るよ、うん。あーあー、切っちゃった。頭の上でやらないと。動かせないよ、これ。でもこれ失敗を経験して後で成功してきますからね、これ、うん、これで学ぶんだ。まだ失敗はしてないけど、これがこれだね、やっぱり、うん、一緒の形だ。あ、これ内側だ、うん、最初このベルブロなんだ、うん、うわバイバイ、ありがとう、10年間ありがとう。あ、動画ガチガチ、あ、ガチガチでさ、ガクガクになってる。ここからこうすると、はい、あと引っ張るだけ。引っ張れば抜ける、引っ張れば取れるんじゃない。そんなことは高い、ゴムだからね。はい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 、よしよし、あ、ちぎれた、残った、残った、残った、微妙に残った、ちょっとだけで、ね、残ってる、ちょっとだけで、これはスコ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 ってやってどんどんずらすか。あれ、取れない、取れ、これさん、もういいっすか。壊して終わるって。もうもしくは逆に、うん、うん、逆にここだけ切って新しいやつを、うん、この部分だけ切ってから、あ、ここの部分だけ切ってはめちゃう。そうここだけ中古、ここだけ絶対雨漏りするだろ。おーおーおー、来た来た、はい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 、しかも抜けるんじゃない、ほら。おい、抜けた。上もじゃあ抜けるんじゃない。上も抜けるんじゃない、うん、ほら、あ、抜けた。ってことは、今ガバガバになったね。ってことは、今何もない状態、うん、取れるんじゃない、ガラス。あら、おや、うわ、無理だこれ。もやっと、もやもやする。もやっと、もやっと今スキルレーサーじゃん。どうやってつけるの。それは前の方ですね、パラさんが水漏れが発生してるみたいで、なんかエンジンの中に水が入るんですか。足元っすよね。足元、はい、足元、うん、え、パタパタ垂れるってこと。俺もあった、前の車。あ、あったね、うん、うん、もう雨降り、
運転席の足元ビチョビチョ。どこで漏れたかわからん。中だって混んでんの。で修理させたっけ、うん、また漏れた。なんなら燃えたしごっこでサビだから。あ、そうなんだ。直したところで無駄っていう。あ、直さない方がいい。買い替え、もうもう行けつくった方がいい。おい、すごい。おう、おう、面白い。ポン、ポン、ポン。多分こっちから漏れ、これ自分でテープしたんですよ。あ、なるほど。ああ、開けようのコーナー。開けようのコーナー。あ、ぽいね。相当だね、これ。めっちゃ錆びてる。これ削ったら落ちるやつだよ、これ。あ、じゃあもうそのまま上から。今押すさ、多分穴開く。気持ちやすい。あ、いいや。気持ちやすい。ぜひ、ぜひパラさんに。いいっすよ。ぜひパラさんに。あ、じゃあ待って待って待って。ここなんです、多分。こことあっちじゃないかな。こっち向きで。ここもやん。ここも3箇所、こっちも。剥がしも、剥がしてみて、剥がしてみて。うわ、完璧に密封はできてないんじゃない。できないんだよね。ここまで穴開いてるの見たことないな。おお。あ、大体の運転席の足元が濡れるのはこれが原因なんだ。大体、うん、フェンダー周りが錆びてたり、うん、ボンネットが錆びてたりが。そうなんだ。じゃあこれはもう思いっきり錆びは落としてコーキングで塗っちゃいますか。でもこれあれだね、また塗るかもしれないですね。はい、もこれはサビはもうほんまじしゃあないっすよ。もう覚悟して。え、じゃあ溶接するしかないっすね。やるんだったら完全に直すの。ああ、サビを飛ばすってこと。ここ切って、ここから、うん、こんぐらい切って、うん、新しいとこは溶接完璧に直すなら完璧に直すよ。これを3箇所、あっちもあるから4箇所大変だ。でも20年でこれだったらコーキングしたらまた20年後会いましょうじゃない。1年後また会える。1年後また会えるかも。ちょ、うん、もう中に押し込む感じで膜作る感じ、うん、サクサクだね。サクサクサクですね。おい、ハールやりすぎるよ。嬉しい。多分ここに穴が開いてるからこう伝って漏れてたってことですね。でもこれはちょっと時間と手間かかるんで、応急処置で今回はやるってことで、現在限られた時間でやるのが厳しいので、ウォーキングで埋めていきます。こればかりはもうしゃあないですね。応急処置で埋める、これしかできないです。あんまり入りましたね。あんまり入ってます。よし、てか中古車屋さん、中古車屋さん、中古車、中古車屋さん。これってあるんだ。ああ、一応あるんじゃないかな。使うところある？こういうところがあったらどう？いろ、用途はいろいろ、ね、用途はいろいろ、用途はいろいろ。ホビーがないの？いやいや、あるよ。そうなんだ。はい、あの穴埋めか、うん、全然ね。はい、モーリーがね、コーキング塗って無事締めることができました、こちらを。多分これで漏れないでしょ。これで漏れたらもう別のところなんで。ちょっと分かんないっす。業です。ありがとうございます。雨漏り専門の業者に任せてください。ここはちょっと今日ね、ここやろうと思ったんですけど、なぜか乗ったんですよ、うん、奇跡的になぜか、なんか妖精が来て、なんか急にね、ささってやりよった、うん、妖精が。ここだけちょっとね、できたんですよね。進化だ。入った。すごい。ここはやったんですけど、ちょ、残りの3箇所か、うん、1箇所終わって全部で4箇所あって、最終日にやります。残りの3箇所は最終日にやるそうです。内装、テーブル作りですね。すごいな、引っ張ってください。こんなにうまい。これベリーも間に